送ってもらっちゃって遠回りになっちゃうのに。いや、かすみとさやが送っていけってうるさいから。それにリミも闇上がりだろ、やっぱり心配だし。本当にありがとう。あ、もうこの辺で大丈夫だよ。いいよ、ここまで来たんだから家まで送ってくよ。それにリミともちゃんと話したかったし。話ってこの前のこと？っていうかあれは私が悪かったんだから、アリサちゃんは気にしないで。いや、悪いのは私だって。いくら余裕がなかったとはいえあんな言い方しちゃって本当に悪かったと思ってる。ううん、私も作曲がうまくいってなかったから余裕がなくなっちゃってて、だからあれはお互い様だよ。本当にごめんなさい。またちょっとハマっちゃったね。結構いい感じだったよな今のハモリ。あ、これならきっとうまくいきそうだな。ねえアリサちゃん、ん？さっき渡した新曲のスコア見てくれる？これ？そうそう、そのスコアのここの部分よーく見てみて。ここの部分？ん？これって気づいてくれた？ここはね、私とアリサちゃんのユニゾンのパートにしてみたんだ。アリサちゃんにも一緒に弾いてほしくて。わー、すっげーいいよここ。改めて言うのってすっげえ照れくさいけどさ、私リミの作る曲すごい好きだよ。あ、ありがとうアリサちゃん。え、どうしよう、急にそんなこと言われたら。ちょっと、あ、ごめん、なんか涙が出てきちゃった。ごめんけど、どうしてもちゃんとそれだけは言っておきたくて。私は素人だから全然的外れなこと言っちゃうかもだけど、なんていうかリミの作る曲って優しいんだよな。もちろん曲自体もそうなんだけど、それより他のメンバーが目立つパートとかちゃんと作ってて、周りに対する気遣いっていうの、そういうのがちゃんと曲に出てる感じ。言ってることが全然違ったらごめんな。違わないよ、私もそれを一番気にしてるの。よかった、ちゃんと伝わってたんだ。多分ちゃんとみんなに伝わってると思うよ。だってド素人の私に伝わってるくらいだから。ありがとうアリサちゃん。けどアリサちゃんは素人なんかじゃないよ、コピパの大事なキーボード担当だよ。コピパの曲には欠かせない重要な仲間だもん。うん、はあ、けどまた泣いちゃったな。授業のノートの時も泣いちゃったし、もうアリサちゃんには泣かされてばっかりだよ。つかその言い方誤解を生むんだけど。ねえアリサちゃん、二人のユニゾンのパート絶対うまくやろうね。うん、絶対。今の私たちだったら絶対にうまくいくよね。間違いないって、こんなにハモる二人なかなかいねえぞ。うん、そうだよね。それじゃあ暗くなる前にそろそろ行くか。家までちゃんと送らせてもらうんで。